インドのナレンドラ・モディ首相とアメリカのジョー・バイデン大統領は、電話会談を行い、通称クアッドとして知られる日米合意戦略対話、4カ国戦略対話を通じて、インド太平洋地域の安全強化に取り組むことで合意しました。日米合意戦略対話は、同地域で主張を強める中国を抑止する手段と、 解釈されることもあります外交筋によるとオーストラリアインド日本アメリカが参加する同戦略対話はインド太平洋地域における中国の政治的商業的軍事的活動の拡大の防波堤としてアメリカ政府が推進している非公式な戦略的同盟です。2021年2年月8日に モディ・インド首相と電話会談したバイデンアメリカ大統領はアメリカ・インド関係が民主的価値観を重視する共通の取り組みにより結ばれているものであることを再確認しました。アメリカ政府は声明を通して日米合意戦略対話を通じた航校の自由領土保全より強力な地域構造の推進を含め 緊密な協力を継続して、自由で開かれたインド太平洋を促進することで両首脳が合意したと発表しました。中国政府と敵対する可能性について、インド政府が躊躇を捨てる姿勢を示したことから、2020年には日米合意4カ国がインド洋で合同海軍演習を実施しました。 中国は自国の開発を抑制する対中包囲網として、日米合意戦略対話を非難しています。インド外務省の発表によると、モディ首相はバイデン大統領に対して、両国間の戦略的提携の強化に向けて努力すると述べています。2020年4月以来、従来から紛争の火種となっていた山岳国境で、 中印間の軍事的対立が続いており両国軍大会の衝突によりインド人兵士が死亡したことにより世論は中国に批判の目を向けています。2021年2月上旬に産経新聞が報じたところでは民主主義大国4カ国の関係強化を目的として 日米合意は初の4カ国首脳会をを開催すすることを目指していますバイデン大統領とモディ首相は新型コロナウイルス感染症パンデミック対策と気候変動に関する提携関係の改善ならびに2月1日に国軍が政権を掌握したビルマを含め世界の民主制度と規範の保護に取り組む上で 緊密に協力することでも合意しています。